こよみよこよみ。どうもです、つくもやよ。ほなまあざっくり今日のこよみ言うていこか。土曜、土をつかさどる独身いう神さんが支配する期間や、土を動かす、犯すことはしたか言うて言われとる期間やよ。天一天上の機関やね。方位をつかさどる神さんが天上に登っとる境に全方位が吉。代わりに降りてくる神さんは綺麗好きや境にお掃除しとったらええことあるとも言われとるよ。六曜はうつめつ。新しく始めるんは今日。吉凶なしの法事なんかは吉とも言われとる。今日の絵とは日の絵猿。日の絵が陽の日、猿が陽の金やさかいに、陰陽五行の流れは火は金属を溶かすいうことで、相克、物事が順調にいかへんいうけよ。まあざっくり暦の注釈言わせてもうたけんども、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第よ。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほなまたね。